背景です。今回は2軍で炎上この選手開幕間に合うかということで、今回は2軍で実戦復帰を果たしたある選手について話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで今回は増田が2軍で炎上ということで、増田達投手について話していこうと思います。増田達投手、今年の春季キャンプはリハビリでスタートをしました。まあ年齢的な部分だったりとか、まあおそらくちょっとねフィジカル面コンディションの部分でどこかねおかしい部分があって、まあ、B 班リハビリでスタートということだったと思うんですけれども、まあようやくですね対外試合での登板をしました。まあちょっとね状態の方ずっと心配されていてね、開幕間に合うのか大丈夫なのかってこと言われていたんですが、まあようやくね対外試合で初登板を果たしたということになっています。3月9日の楽天戦に初登板を果たしました。まあ非常にね初登板を果たしたってことはね一歩いい大きな前進だったかなというふうに思うんですけれども、まあちょっとね投球内容が1回2安打2フォアボール2失点自責点は1点ということで、ちょっと苦しい投球となってしまったかなというふうに思います。まあエラー絡みの失点ではあったんですけれども、まあヒットも2本打たれてしまってフォアボールも2個出してしまっているということですので、まあちょっとね苦しいピッチングになってしまいました。まあ、初登板ですので、正直ね、打たれてしまうのはね、仕方ないかなというふうに思いますし、まあ、ずっとね、実戦登板してなかった中、まあ、リハビリからのスタートだったという中で、まあ、まず一回ね、投げることができたっていうのは、非常に大きな前進というか、まあ、第一歩なのかなというふうには思うんですけれども、まあ、今この状態で開幕に間に合うのかっていうところがね、問題になってきますよね、やはり。まあ、開幕まで残り3週間というふうになりました。まあやはり増田投手、年齢的な部分も今年35歳を迎えますし、まあちょっとね、なかなか今のこの状態で残り3週間、まあ万全な状態まで持ってこれるかというと、まあ正直ね、難しい部分もあるのかなというふうには思うんですよね。まあただやっぱり、まあ今シーズン平投手が先発に転向したし、まあスミス投手も抜けてしまったということでね、まあちょっとやっぱりブルペン陣ってところがどうしても不安要素になってくるんですね、今年のライオンズは。まあ、その中でやっぱり増田投手はマライオンズでまあ中継ぎとして長年活躍している選手ですので、やっぱり例年以上に増田投手がどれだけ活躍することができるのか、ちょっと昨シーズン終盤苦しんでしまいましたけれども、やはりね今シーズンはまあ抑えかねセットアッパーか分かりませんが、やはりね活躍してほしいっていうのがね、まあファンの皆さんの思いなんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱり松田投手がどれで活躍できるかによってライオンズのブルペンの状況だったりとか、まあチームの順位というところも大きく変わってくるかなというふうに思います。まあそんな中でねやっぱり活躍してほしい松田投手ではあるんですけれども、まあちょっとね今この状態っていう風になると、まあなかなかね開幕に間に合うのかどうかってところは非常に微妙になってくるし、まあ焦って開幕に間に合わせるってこともやっぱしてほしくないですよね。まあやはり年齢的な部分も厳しいので、まあこの先まだね長く野球やるってことを考えたら、まあそんなにやっぱり無理はしてほしくないっていう部分もありますので、まあちょっとね、まあちょっと実戦登板遅かったかなという風には正直思っているところです。まあ、ただですね、やはり増田投手、まあ、ベテランですけれども、開幕間に合わなかったとしてもね、まあ、シーズンの序盤でどっか復帰して、まあ、なんだかんだしっかりとね、結果を残してくれるかなというふうに思いますので、まあ、焦らず、まあ、順調に調整をしてもらって、まあ、まだ今ちょっとあんま状態良くないと思いますので、しっかりとまずね、2軍の方で、まあ、打たれないように結果を残して、1軍の方に上がってきてくれればなというふうに思います。はい、まあ、ちょっとね、状態心配される増田投手なんですけれども、まあ、とりあえず投げることできたということでね、ここは非常に大きかったかなというふうに思いますので、今後増田投手の調整、ぜひ注目してみてみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているので、ぜひチェックをしてみてください。Twitter の方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いします。